はい、こんにちは、フィフスの堀です。こんにちは。僕が来てますね。また垢抜けに来ました。ショートにしてから 2ヶ月ぐらい、あれいつだった？7月とか8月、2ヶ月ぐらい経ったか。2ヶ月ぐらいかな。そうだよ。どうする？切んの？いや切りたいけど、プリンもやばいから。カラもしたい、したいんだけど、うん、なんか全然イメージ湧いてないから、一回お任せでいこうかな。まあショートじゃなくていいかなと思ってる。秋っぽい感じ。秋っぽい感じだね。季節感がある感じ。うん、オッケー。コートとか着るタイプだね。見えたわ。襟足残したいかも。襟足は確かにちょっと残したいかも。刈り上げないで残しぐらい。前髪は下ろし？下ろす場合もある。上げる場合もある。時たま。時たま、オッケー。見えたね。見えた。いける？本当に行きましょうか。色もお任せで。色もお任せでいい。やってみましょうか。お願いします。はい、じゃあ着ていきます。お願いします。ちょっと長めで。お願いします。12mm。 はい、でどうだったの？ショートは好評だった？ショートはね、好評だったね。似合ってるとは言われたけど、いかついとも言われた。褒め言葉や。多分褒められてる。ガツイは匠やんって言われた。匠やんって言われたね。言われた。じゃあ勝ちだね。うん、お菓子上一番いいよっていう声もあった。おお、いいね。でも全員メンズからね。あ、メンズね。やっぱショートはメンズ受けなんだね。うん、今日の髪型はね、うん、女性受けいいかな。うん、とは思うけど。いいじゃん。モテも忘れない。あ、おしゃれ部屋。これ髪の毛さ、なんか染めた？いや染めてはないんだけど、ピンクシャンプーしてみたら。ピンクシャンプーしたの？オレンジになった。そうだろ。ピンクシャンプーしたの？結構オレンジだよね。うん、なんでピンクシャンプーしたの？いや秋だから、オータム。オレンジはサマーカラーやろ。1ヶ月以内にメンテナンス来てねって言って2ヶ月来なかった。そうだね。うん、1回赤を貯めてから垢抜けしに来るっていう。なるほど、垢抜けってそういうことだったんだ。そうそうそう、今赤貯めてたから。なるほどね。変わりますよ、今日も。お願いします。美容師の捉え方間違えてる気がする。あ、でもやっぱりあれだよね、みんな予約して帰るもんね、多分お客さんが多い。ずっと来てる人は。なんか俺もう最近予約取れなくてさ。うん、確かに。お客さんが予約をいつも築地で来てる人は1ヶ月ジャストぐらいで予約取って帰るから。うん、なるほどね。もう来たら予約取って帰った方がいいんだ。だとありがたい。まあそうだよね。あのやっぱ明後日で予約空いてますかみたいなのが来て断るの心苦しい。まあそうだよね、そんな、なかなかね。長さこんぐらいかな。はい、さっぱりしたね。頭ちっちゃくなった。頭ちっちゃくなったでしょ。でも長さそんなに変えたわけじゃないけどね。うん、長さ伸びた分生かしたマッシュにしてる。なるほど、マッシュでいくんですね。ちょっと今日はマッシュベースでいこうかなと。まあでも上げたいっていうのもあったんでね。うん、スタイリングでよっては上げるよみたいな。いいね、めっちゃ懐かしい気持ち。なんかサロボ時代これぐらいだったんですよ、ずっとね。ああ、こんな感じだったわ。これぐらいの連結の撮影がなんか時代的にもちょっと多かったよね。うん、バブルマッシュ期だもんね。そうだね。はい、じゃあからしていきます。はい、ちょっとこの金髪を生かそうかなって感じ。お、マジで、うん、生かせる、この人生かせちゃう。ポリマジ生かしちゃう、ポリマジで。ポリマジで、うん。いいね、ポリマジ。ポリマジかけちゃうわ。頼むわ、マジで任せて。いやー、でもマジなんでピンクちゃんしたんだろう。
ピンクシャン、うん、まあでもやっぱやるよね、そういうことあのね、うん、見てる方には言っておきたい、はい、カラーシャンプー系は結構夏に響くんで、ダメ、やるときはちょっとしっかりと考えてやろうねでも僕は俺に DM してたもんね。そうだよ、 DM して無視したんだっけ俺が。いや多分本当にやる直前に DM して、うん、返事も経つんじゃない？10分ぐらい経っても返事に来なかったから、まあいいやと思ってやったらダメって言われた間に合ってなかった間に合わなかった。 あれよ、呪術廻戦よ。あ、呪術廻戦は見てる。あ、見てる。いいとこまで来ましたね。いやそうね、あれ漫画読んでる？読んでます、読んでます。読んでる。最新まではまだいけてないんですけど、うん、やっと渋谷事変のさ、うん、こっからっていうところまで来たよね。来たね。五条里がね、五条里やばいね最近。五条里がやばいよね、かっこよすぎるな。学生時代に五条里いいね。学生時代の五条里かっこいい、うん、あ、若いやつ出てるもんね、エピソードみたいなやつでね、うん、静岡の Vlog 伸びねえなやっぱああいうのね、伸びないもんね。みんな本当に皆さん、はい、あれもう面白かったけどね、伸びないとさやってくれなくなっちゃうからサウナ Vlog でもああいうのは、でもやっぱ元から見てくれてる人たちはすごい好きなのよ、うん、お客さんとか。なるほどね。新規の人はやっぱああいうのでは、まあそうだよね、そうそうそう、立ち止まらないからダメなの。髪の毛の話してくれや。髪の毛は美容師なんじゃねえのかよそうだよね、そりゃそうだ、すいません暗くしていきます。お願いします。じゃあこれで時間を置きますよ。はい、めっちゃ面白い感じになってるね、ハイライトが王冠みたいになってる確かにさあどうなるんでしょうか。もうこれ流したらあれもうなってます。掘りまじ、掘りまじ、掘りまじ始まるんだ。そう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 、はい、さあどうでしょうか。掘りまじ、掘りまじ、掘りまじ、削んの、オープン、どうすか。おめっちゃいい感じじゃん、適度に残しちゃった感じで。確かに。てかオレンジじゃなくなってるね。あ、そう、オレンジ飛ばしてちょっとこうグレージュ系のカラー入れてライトベージュみたいにした。めっちゃいいね。いいしょ。ウェブ前田さ、スタイリング剤買いに薬局行ったんよ、うん、その時にさ、なんかジェル系がいいなと思って買いに行ったの、うん、で、なんかいろいろ見てたらさ、うん、なんか多分銀色のやつ見たんよ、うん、でさ、えでさ、なんか裏見たらさ、堀雄大あれめっちゃもらえるね、コンビニにあるからめっちゃびっくりしたジャッツでしょ多分。そう、メタラバー、そう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 、ジェルプレイフルねびっくりして。いやあれ嬉しいよね。ね、全体のベースはダークグレー。いいね、いいね。ワックスつけるとまた全然違うでしょ。確かに色が結構暗く見えるね。整うからね、やっぱ、うん、あの何にもつけてないとどうしても広がるから、特に丘髪質的に。なんかつけ保湿をしてあげないと。もう三毛猫っぽい。三毛猫？三毛猫っぽい。三毛猫ハイライト。三毛猫ハイライトでいく？こいつの名前は。三毛猫ハイライト。あんまりツンツンさせすぎるというか、ちょっとふわっとぐらい。ツンツンさせてもかっこいいと思うけど、どんどん若くなっていくからカジュアルで。うん、29だからね。そうだ、そっちじゃないんじゃないですか。そうね、オレンジ髪だったけどねオレンジ髪だったね。あれは若かったっすね。あの頃のロンキホーテだったね恥ずかしかったもんで、この耳の上のラインでシュート作って、あとくせ毛のおかげでちょうどいいね、動き方。どうでしょう。ありがとうございます。大丈夫か。めっちゃいいね。ニューオーカです。
生まれ変わっちゃいましたね。結構変わったね。結構生まれ変わったね。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。どうすか、オリマジック。めちゃめちゃいいね。うん、だいぶ色もなんか落ち着いてるし、デザインも入ってて、やっぱ黒いパーセンテージが多いからね。黒い部分のパーセントが、うん、まあ、さっきのオレンジ髪よりはだいぶ、そうだね、っぽい印象だけど、遊んでる感じの、うん、ショートマッシュに。ありがとうございます。ホリマジックでした。ホリマジホリマジ大成功してるわ。次は何にすんだろうね。え、俺、うん、まあでも2ヶ月後でしょ、多分伸びきってまた金髪になって戻ってくる。来いよ、もうちょっと。いや、まあそんな感じでまた岡部ゆめちゃん楽しみにしていてください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。何かあればコメント置いててください。お願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。